皆さんこんにちは、アニアセヨ編集長マジです。今日は6月の新作韓国ドラマネットフリックス編について語っていきたいと思います。ネットフリックス6月の新作も続々とスタートしておりますということで、本日もねお話をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。これを見たら6月の新作何見ようかなっていう悩みが解決されるはずです。それでは早速いきましょう。どうぞ。一つ目が6月の2日からスタートのチェンジデイズです。これは韓国ドラマではなくドキュメンタリーというか、もう恋愛バラエティなんですけど、これはマジで見てほしいと思って紹介してみました。これは実はですね、すっごい斬新な恋愛ドキュメンタリーとなっておりまして、別れ際で問題を抱えた3組のカップルがいるんですね。でそれぞれの世代がちょっと違うんですけど、1週間パートナーをチェンジするっていうね、史上初の恋愛バラエティなんですよ。別れかけカップルって感じだよね。それぞれの悩みを抱えて破局寸前のカップルたちが旅先で、ね、どんなロマンチックな時間を過ごしていくのかに密着したリアリティ番組なんですよ。恋人がいる人なら抱えるであろう苦悩とか悩みとか、あと葛藤みたいなところに共感めちゃくちゃできるドキュメンタリーとなっておりまして、もう韓国でもめちゃくちゃ人気を博しているんですね、今ね。涙をね、流す瞬間もあるかもしれないっていうことで、かなり面白いドキュメンタリーになってます。これで一本ね、撮りたいぐらいなんですよ、私は。皆さんね、恋の悩みは万国共通かもしれないということで、ぜひですね、皆さんにもご覧いただきたいなと思います。本気でね、喧嘩して、本気で話し合って新しい人にときめいてみたいなテーマが強烈なのに作られた感がないっていう、本当に素晴らしいドキュメンタリーになってますので、ぜひですね、本気で楽しめる恋愛バラエティとして、ドラマとドラマの合間の箸休めとして見ていただけたらなと思います。6月も結構ね、今回ね紹介するんですけど、いろんなドラマがね始まっております。6月3日に放送がスタートされるのが医師ヨハンでございます。はい、医師ヨハンです。これはね、誰が主演かというとチソンさんでございます。チソンさんといえばですね、私が大好きな俳優さんでございますね。医療現場で働く若者たちの成長と葛藤を描いたヒューマンドキュメンタリードラマとなっておりまして、生死とか生きることの痛みみたいなところとか、そういう関連性があるところがどん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 つながっていって、社会や人生がどのように織りなされているのかみたいなところに迫るドラマでございますね。近代医学によってヨハンっていう役が主人公なんですけど、このヨハンが近代医学によって分解された世界をね、統合する存在として成り立っているっていうところなので、これは原作はね、また別である作品になるんですけれども、原作もねさることながら、こちらもねすごく出来のいい作品となっております。チソンさんが好きなので、私は実はねチラッとね先に違うところで見ておりました。医療ものなので、まあまあちゃんとね医療の話がね出てきますね、今回はね。だから、まあね、医療系苦手だよっていう人はもしかしたらね。だからそんなにめちゃくちゃグロいとかっていうわけではないので、そこは安心していただいて OK かなとは思うんですけど、とはいえ医療なのでっていう感じですね。いろんな方面からアプローチしてくる、すごいバランスのいいドラマですので、まだ迷っている方はぜひね、見ていただきたいなと思います。三つ目、6月10日からスタートするのが、火曜年華でございます。火曜年華はですね、読みますね。チョン・ソニさんとユジテさんが出演されているドラマでして、人生の中で最も美しく輝く時を意味する火曜年華。初恋の相手と再会し、二度目の火曜年華を迎えた二人の愛を描く大人のラブストーリー。主人公のハン・ジヒョンとユン・ジスが、それぞれ二人一役で書かれる本作ということらしいです。大人のラブストーリーということで、最近大人の恋愛結構多いね。うん、去年は結構ね若めの設定が多かったイメージがあったんですけど、今回は大人役が多いということで、ちょっとどのようにね進んでいくのかっていうことを楽しみにしたいなと思います。安心して見えますよね、大人のドラマの方が心なしかっていう感じでございます。そしてですね、朗報でございます。4つ目、6月の15日から配信がスタートするのが、なんとシークレットガーデンでーす。やっと来ました、やっと来た。もうずっとネットフリックスなくて。いや、一時期あったのかな、記憶が正しければ。もうずっとなくて、本当に。これだけはもうないのかよと、ネットフリックスには思っていたんですけど、やっとやってきました。もうね、
大好き。私、歴代トップ10の中には絶対に入るドラマがシークレットガーデンです。これはヒョンビンさんとハジウォンさんが出演されているドラマで、オレオレ御曹司とね、スタントマンの女の人の恋愛模様が描かれてるんですけど、魂がね、体はそのまま魂が交換されるんですよ。だからヒョンビンさんの女装が、女装っていうか、乙女な仕草とかが見られたりとか、すごいね、はちゃめちゃな物語なんですよ。金持ちのね、お家とかも、あ、ここシークレットガーデンで見たことあるみたいなお家がね、いろんなドラマで使い回されていたりとか、印象的なシーンがあったりとか、韓国でも社会現象になっていたぐらい、本当にね、大人気のドラマでございます。シークレットガーデンに関しては、結構年月経っちゃってるから、今見返したら多分、うわー、時代を感じるみたいな。愛の不時着のヒョンビンさん知ってるだけに、なかなかこちらがね、ついていけないみたいな。うわぁ、キャラきっつーみたいな風にね、久々に見るとね、なっちゃうかもしれないんですけれども、とはいえね、楽しめること間違いなしでございます。本当にシークレットガーデンは大好きすぎて、もう好きですね、マジで。いろんな人におすすめしまくってる気がしますね。この動画内でもかなり私はシークレットガーデンを推しているので、そこも楽しみにしていただきたいですし、シークレットガーデンといえばですね、めちゃくちゃ若い頃のイジョンソクくんが出てきます。しかもね、赤髪で出てくるのよ、イジョンソクくんが。でもめちゃくちゃ若くて、今さ、シックでさ、ツンみたいな感じの役で出てくることが多いと思うんですけど、イケイケなロッカー、天才なアーティストの役でね、イジョンソクくんが出てくるんですよ。反抗期みたいな。演技とか、今じゃもうすっかり大人ですけど、その頃独特の初々しさも感じられる。しかもめっちゃツンツンした役なのよ。そこにもぜひ注目していただきたい。今見るからこそ、え、この俳優さんも出てたんだみたいなことがね、めちゃくちゃあると思います。ユインナさんとかも出てるので、実はこれはシークレットがね、まだ見てない人が万が一いたら本当に見てほしい。6月15日駆け込んで見てほしいですね。ではですね、続いて6月24日に放送がスタートするのがペーパーハウスコリアです。こちらも楽しみなドラマなんですけれども、パート5まで作成された世界的ヒットシリーズなんですよ。それの韓国バージョンっていう形で今回配信がされます。あらすじ読ませてもらうと、そもそもの原作はスペインの造幣局に人質を取って立てこもった8年組の強盗団のドラマを描いた。韓国版となる本作では、朝鮮半島を舞台に天才的な戦略家教授によってスカウトされた犯罪のプロによる強盗団が、新しく準備された朝鮮半島の統一通貨の強奪を目論み人質を取るということらしいんですね。本家のダリの仮面に代わって、韓国の伝統的なハホの仮面をまとった強盗団の姿が映し出され、大金を盗めば世界を変える英雄になれる。最高のショーを生配信する。など、イカゲームを彷彿とさせながら、新たな物語を予感させるものになっているということでございます。だから、原作で言うと、ちょっとイカゲームよりみたいな感じってことですよね。人質系かっていう。イカゲームっぽい。だから、どういう風に展開されていくかっていうのは、見なきゃわからない話なんですけど、この類のドラマ、イカゲームに続いて久々ですよね。だいぶ久々なドラマとなるので、どのように展開されていくかっていうのはすごく楽しみにしてていいんじゃないですか、これは。ね、この手のドラマってやっぱり今回ね、4月5月と皆さんもうめちゃくちゃ大変だったじゃないですか。見たいドラマめっちゃあるんだけど追いつけないみたいなドラマたちがもうたくさんあったと思うので、今回は本気で追うぞっていうドラマももちろんあると思うんですけど、4月5月よりか落ち着いてちょっと昔のドラマが入り始めたかなっていう気がします。とはいえね、今回もおすすめね、5個もおすすめしちゃったんで、実はここ以外にもまだまだ配信される新しいドラマあるんですよ。本当はもっと紹介したかったんですけど、そういうわけにもいかずっていう感じだったので、今回は特に見てみたいなと思った5つを紹介してみました。ぜひですね、恋愛ドラマだけではなくって、恋愛ドキュメンタリーだったりだとか、こういうサスペンス要素あるやつとかも挟みながら楽しめると、いろんな味を楽しめるっていう点でいいんじゃないかなと思いますので、皆さんぜひ参考にしてみてください。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。そしてインスタグラムとツイッターとティックトックもやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。それではまたお会いしましょう。안녕.